アミ、ちょっと今大丈夫？明日の結婚式にちょっと変更が出そうなんだ。今大丈夫だけど、何かあったの？実はスピーチを頼んでいた俺の親友が急遽来れなくなってさ、今急いで代わりの人を探しているけど、とりあえず俺側の招待客は一人少なくなるからよろしくな。え、りょうくんの親友が欠席なの？それってもしかしてハルトくん？そうだよ。そういえば一度会わせたことあるよな。うん、今でも覚えてるよ。りょうくんよりもめちゃくちゃイケメンで高収入で、あの爽やかスマイルがたまらないあのハルトくんでしょ？あ、確かにそうだけど。あのイケメンに会えないなんてショック。私の可愛いドレス姿褒めてもらいたかったのに。新郎の俺が褒めるよ。でもどうして急に欠席なの？お仕事？それとも体調不良？実は離婚したらしいんだよね。え？離婚？イケメンにふさわしい美女と結婚してたよね。あの奥さんと別れたの？それで結構揉めに揉めているらしくてさ、とてもじゃないけど明日の結婚式はいけないって連絡が来たんだ。そうなんだ。でも代わりのスピーチの人は絶対に探し出すからさ、明日の結婚式は予定通りあげれるよ。直前の変更になって本当にごめんな。ううん、気にしないで。むしろ結婚式直前に欠席のことを聞けてよかったよ。今なら婚約破棄もギリギリセーフだよね。え？彼と出会った時にはもう結婚してたし、奥様も超美人だから略奪は諦めてたんだよね。でもこのタイミングで離婚したってことはもう運命だよね。私ずっと片思いしていたハルト君と結婚する。はぁ？何言ってるの？結婚式は明日だぞ。つうかずっと片思いしていたってなんだよ。りょうくんにはハルト君を紹介された時から片思いしてたんだ。でも既婚者だから諦めてたけど、フリーになったなら私にもチャンスはあるってことだよね。あの時からハルトに片思いしたまま俺と結婚しようとしていたのか？私って現実主義だからさ、つかめない幸せより妥協の幸せ選んだよね。俺が妥協だって言いたいのか？イケメン高収入のハルト君と平凡なリョウ君、世の女性はみんなハルト君選ぶに決まってるじゃない。ちくしょう、結局世の中は顔と金なのか。あんたと結婚すればハルト君の親友奥さんポジションゲット、そして虎視眈々と浮気チャンスを狙ってゲット。でもこの計画もハルト君がフリーならもういらないわね。あ、なんて最低な計画なんだ。美人は3日で飽きるって言うし、やっぱり私みたいな中の上くらいの女の子が人気なんだよね。早くハルト君と結婚しなくちゃ。おい、アホキノコ頭、寝言言ってないで現実に戻ってこい。はぁ？誰がアホキノコ頭ですって？お前だよお前。まさか俺との結婚は妥協で本命は親友のハルトだったとはな。アミの本音暴露のおかげであっという間に婚約破棄の決意ができたよ。あんたが決意しなくても婚約破棄は決定だから、私はハルト君と結婚するの。ああそうかい。親友とどうなるかどうでもいいが、とりあえず明日の結婚式キャンセル料はアミに支払ってもらうからな。話はまずそれからだぞ。はぁ？なんで私一人でキャンセル料支払うのよ。こういうのは二人で割り込んでしょ？っていうか最後くらいカッコつけて全額あんたが支払いなさいよ。アホ女にカッコつける必要はない。なぜならそれは頭にキノコの生えたアホ女だからだ。はぁ？それに婚約破棄を言い出したのもアミだからだ。キャンセル料は当然アミが一人で支払うものだ。いいな？ふざけんなよ。そういうケチくさいところがあるから私に捨てられるんだよ。俺は生涯大切にしたい人にはケチくさいことしない。でもアミはそんな人じゃなかったし、何よりキノコじゃん。さっきからキノコキノコ言うな。そんなの私の頭に入ってないもん。入ってるぞ。見えないの？頭のてっぺんからも耳からもおでこからもアホすぎてキノコが増殖中だ。キームカつくわね。分かったわよ。じゃあ結婚式をキャンセルしなきゃいいんでしょ？どうせお金払うくらいなら明日の結婚式は私がもらうわ。え、大丈夫か？アホキノコ、結婚式は転売なんかできないぞ。新郎もいないのに結婚式をするってアホの骨頂だぞ。転売なんてするわけないでしょ。予定通り結婚式をすれば問題ないってことなんでしょ。それなら新郎をハルト君にして結婚するもん。は？離婚したてできっと心が傷ついているはずだわ。だから私と結婚式を挙げて元気を出してもらうの。離婚したての元新婦の親友の結婚式、正気の沙汰じゃない。ごちゃごちゃうるさいわね。とにかくりょうくんとの結婚式は中止なの。その代わり親友のハルト君と結婚式を挙げるんだから。ああそうかよ。もう婚約破棄は決定だしな。
結婚式でも何でも好きにしてくれ。ぷぷぷー、私に捨てられてやけになってんのね。かわいそうで惨めな男ね。なんだと？明日の結婚式はあなたの親友とあげることにしたの。招待客としてなら来ていいわよ。お前は部外者だから来ることもできないな。え？結婚式を中止にしたこと、そして結婚式をハルドたちに譲ることは俺から言っておくよ。それじゃあな。ちょっと待ちなさいよ。私が部外者ってどういうことよ。そのままの意味ですね。私は可愛いウェディングドレスを着る新婦なのよ。超重要関係者に決まってるじゃない。部外者のわけがないわ。おお、そう思うなら明日結婚式場に向かってみなよ。俺の言ってることの意味がわかるぞ。言われなくてもハルト君との結婚式のために向かうわよ。明日は彼と結婚式を挙げるんだから。あんたは惨めな招待客なのよ。ねえ、これってどういうことなのよ。なんで私のウェディングドレスを知らない女が着ているの。りょうくん、この女を早く追い出してよ。お、二人とももう着替えたのか。ねえ、この女は誰なの。どういうことか説明してよ。俺ってハルトの再婚相手だよ。すごいよな、あんな綺麗な奥さんからハルトを略奪した強者だぜ。え、再婚相手、しかも略奪。あれ、ハルトから何も聞いてないのか。何も聞いてないわよ。今日式場に向かったら知らない女が私のドレスを勝手に着てて、ハルト君に俺たちのために式を譲ってくれてありがとうって。あいつだいぶ浮かれてるな。あんなに優秀な友達だったのに浮気は人を狂わせるんだな。ハルトの離婚理由はあいつと彼女の浮気だよ。二人とも略奪案に夢中になって奥さんに離婚届を叩きつけたらしい。どんなに慰謝料払ってでもいいから離婚してくれって言ったそうだ。それで奥さんが希望した慰謝料数千万を支払って別れたらしい。数千万？財産も家も失ったくせにまだ脳内浮気畑が広がってさ。結婚式を挙げるって言った時も彼女がとっても喜んでいるよって喜んで受け入れてくれたよ。嘘でしょ？あのハルト君がそんな風になってたなんて。しかも財産も家も失ったって。今のあいつにはおバカな浮気相手しか映ってないんだろうな。私がハルト君の次の奥さんになれると思っていたのに。こんなの私が思っていた結婚式じゃない。ハルト君が手に入れないなら婚約破棄の意味がないじゃない。私リョウ君とやっぱり結婚する。お前まだ頭にアホキノコは生えてるんだな。そろそろ駆除作業した方がいいぞ。だからキノコなんて生えてないよ。誰が見て結婚するか。お前がハルトの奥さんになれるって浮かれてる間にこっちは両親や親戚友人たちに婚約破棄を説明して回ってたんだぞ。じゃあ次はまた婚約したって説明して回ろうよ。今度は私も一緒に回ってあげるから。するわけねえだろうが。いい加減にしないと頭に生えたアホのキノコチェーンソーで刈り取るぞ。だってハルト君が浮気するような人だとは思わなかったんだもん。俺と結婚したら浮気するつもり満々だっただろうが。しかも今私の目の前で浮気相手の女と中毒してるし、こんなに浮かれるような人だと思わなかったよ。浮気によって怖いよ。お前のアホキノコの音いい勝負だよ。結婚式誰も来ないし、私がなぜだかカメラマン係やらされてるみたいなの。誰もいないのにスピーチもやれって言われたよ。結婚式気分を味わいたいんだろうな。責任持ってアミが全部やってあげてくれ。そんなの嫌だよ。なんで私がワンカップルにスピーチしてあげないといけないの。お祝いの言葉なんて出てこないよ。そんなこと言うなよ。二人はアミにとても感謝していたぞ。こんな俺たちに結婚式をプレゼントしてくれるとても素敵な親友の元カノだって。元カノじゃないもん。ヨウ君とまた復縁する。より戻すもん。戻さねえよ。ねえ、これって私が結婚式費を支払うの？招待客ゼロ人でも会場代と食事代は支払ってもらうって式場スタッフに言われたんだけど。プレゼントしてあげたんだから払って当然だろ。親友の元カノとして最後にカッコつけて払ってあげてくれ。無理だよ、嫌だよ。なんで私がこんなバカ上カップルの結婚式費を払うんだよ。片思い相手の結婚式費を負担するなんてめったにない経験だぞ。よかったな。めったにどころか絶対にありえない経験だよ。私帰りたいよ、こんなところ。おいおい、カメラマン係にスピーチ係もやるんだろ。招待客はアミ一人しかいないんだから帰っちゃダメだよ。でも私これ部外者じゃん。親友の元カノってもうほぼ部外者じゃん。他人じゃん。だから言ったじゃん、お前は部外者だぞって。
ねえ、あんたはアルト君の親友でしょ？今すぐ結婚式に駆けつけてやりなよ。そして私の代わりにカメラマン係もスピーチもやってよ。悪いな。俺はもうアルトと友達の絵を切ったんだ。え？奥さんを傷つけるような奴は男じゃない。そんな男とは友達じゃない。浮気能に侵された奴とはもう絶交したんだよ。そんなこと言わないで。私を助けてよ。私なんてあのカップルと友達ですらないんだよ。俺ももう友達ですらないんだよ。そういうわけで頑張ってくれ。二人の式が終わったら、次は婚約おはぎの慰謝料請求があるからな。え？私このくだらない結婚式の費用も払うんだよ。その私にさらにお金を請求するの？お前の事情なんて俺は知らん。それじゃ、元気でな。俺の親友との結婚を夢見ていた元カノアミは、浮気カップルが満足するまでカメラマンとして一日付き添い、すべての支払いをすることになりました。俺への慰謝料も含めると、アミの負担する金額はおよそ数百万。親からお金を借りて何とか支払ってくれましたが、そのせいで実家からは絶縁を言い渡されたようです。ちなみに元親友の浮気カップルは、友達全員から見放されても俺たちにはなぜか応援してくれる元親友の元カノがいると、アミと連絡を取り合っているようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。